こんにちは、あやチャンネルのまみーです。今日、ノエル兄さんトリミングに、来ました。今日のトリミングサロンはこんなとこです。じゃあノエル頑張ってね。ね。何時ぐらいお迎えがいいですかね。ですね、一応3時間見ていただいてるんですけれども、はい、12時半なので。じゃあ3時半ぐらいで。そうですね。はい。終わりましたらお電話。あ、わかりました。携帯の方でいいですか、ね。多分来るのに30分ぐらいかかるので。早めにご連絡した方がいいですね。はい。はい、わかりました。はい、じゃあお願いします。はい、頑張ります。じゃあね、頑張ってねー。お願いします。はい、すいません。はい、犬の美容室グミというところですね。モノエル兄さんこう見てますもうさっき預けてきたんですけど、ここはなんかねドッグランもあるみたいですよ。また後でドッグランも見せてもらいます。はい、ノエル兄さん、お迎えに来ました。あ、こんにちは。寝てました。あ、かわいい。かわいくなった。ふわふわさん。ノエル兄さん。みんな来たよ。みんな来たよ。かわいくなったね。のりこさんだった。うん。そう、みんなすごい怒ってます。ここがね、隣接、している、ドッグランです。ちょっと、うちの子たちみんな連れてきました。これからね、ちょっとみんなにね爪切りをお願いしたので、爪切りをします。みんな一応ねおむつしてきたのでおしっこの格好してますが、おむつしております。大丈夫です。ノエル何嬉しいの。ノエル嬉しいの。よかったね。ノエル嬉しいね。誰から爪切ってもらうの。ノエル可愛くなったでしょう。ねえ。もう一番人懐っこいもんね。いいねえ。今ねジュエルが爪を切ってもらってます。お利口さんですね。やっぱりプロが切ると違うね。いいね。ノエルもいいね。遊んでおいで、遊んでおいで。ノエル可愛くなったからみんながもうノエルノエルっていいね。何ダイヤ君ノエル気になる？ノエルいい匂いする？ノエルいい匂いするね。いろんなこのきっと匂いがするんだね、このドッグランね。ね、トリミングサロンでこうやってドッグランがついてるといいですね。でももうなんかみんな匂いかきまくり。
ジュエルさんお利口さんです。じゃあ次ダイヤくんが爪切ってもらいます。ダイヤくん頑張ってね。やっぱりさっきジュエルは伸びてました？伸びてましたね。あのどうしてもやっぱり体重が軽いから。あ、じゃあこの散歩の時にこの擦れるのが、ね、あ、じゃあこやっぱりこのダイヤよりも伸びてる、はい、同じ時に切ってても。そうですね。だからダイヤの場合は本当に今これ先端ぐらいしか切れないんですけど、うん、じゃあダイヤはそんなに伸びてない？伸びてないですね。で、ジュエルちゃんは、うん、あの半分以上切れました、ね、あ、そうなんだ、すごい綺麗なトリミングサロンです。ね、いろいろ探検してるな、あなたたちは。なんじゃの匂いするもんね。人間には感じなくてもやっぱり感じるのがあるので、ね、すごい不思議だね。お顔が映ってるもんね。ね、ね、不思議不思議だね、お顔映ってるもんね。誰だろうね。ワンちゃんと話してんだけど、ワンちゃんそこを通してるんだよね。ジュエル不思議だね、これ誰だろうね、前にいるのね。誰だ、誰がいる、誰だろうか。ねえ、ジュエル不思議だね、ジュエルね、誰だろう。うん、知らん子がおった。さあ次はナイトくんです。ナイトくんも爪がね伸びるのね早いんですよ。長いんです爪が。次はアクアさんです。アクさん頑張ってね。短い、短いですか、うん、蹴りが強いんでしょうね多分。 あのね、ダイヤとアクアはグイグイ引っ張って散歩する。だからそうなんだ。ジュエルとナイトはどちらかというと散歩が嫌い、あ、に逃げる、いやいや、あ、だから爪が全然違うですね。それだけでも違うんですか、違います、ね、そんなに歩き方、うん、やっぱり行く気があるかないかで爪の減りが違うんですね。もうほぼ神経のとこですもんね、もう。あ、そう、擦れてる。そうなんだ。気になる、あんたたち、ね、気になるね、気になるね。はい、子供たち、全部ね、みんなね、爪も切ってもらいました。ノエルはすごく可愛くしてもらいました。どうでしょうか。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.